炊きたてのコーヒーが飲みたい。本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。コーヒー大好きです、いいです。でそんなですね、コーヒー大好き人間監督がですね、今回全自動スマートコーヒーメーカーを買いました。プラススタイルというシリーズものとなっております。プラススタイルとは何ぞやということでですね、あらゆる人にちょうどいいをコンセプトとした商品です。届きました商品を早速お見せしたいと思います。はい、スマホ&スマートスピーカー対応の全自動コーヒーメーカー、こちらにですねプラススタイルのロゴがついております。はい、でこちらの商品なんですが、この後豆から炊きたてのコーヒーを飲みたい時間に合わせて全自動でコーヒーを作ってくれるコーヒーメーカーとなっております。コーヒーってやっぱですね、飲む時ってお湯を沸かさなきゃダメだし、ポタポタ蒸らしながら落とすやつ、あれってむちゃくちゃ時間がかかるんですよね。それをこいつはですねパパッとやってくれます。操作のパターンが3つ。まず1つ目なんですが、本体自体をタッチして操作する方法。2つ目がですね、スマートフォンを使って操作する方法。そして3つ目が声で指示して操作する方法というですね、3つのコーヒーの入れ方があります。はい、ではですね、早速開封していきたいと思います。取扱説明書。はい、アプリもですね、こっからダウンロードできます。はい、プラススタイルというこういったアプリが出されております。では本体を、こちらが本体です。意外と、軽いですね。片手でも持てますね。ポットですね。専用の計量カップもついております。使い方がわからなくなったらですね、こちらにもですね QR コードがついております。はい、でこちらが本体となっております。黒で活かしますね。でさっきのこいつをここにセットすれば OK というわけですね。はい、こちらが全自動スマートスタイルのコーヒーマシンとなっております。開くをします。はい、アプリ入りました。新しいアカウントを作っていきたいと思います。プラススタイルという商品ですね、たくさん商品出されておりまして、電気製品ですとか、あと照明、セキュリティセンサー、スマートリモコンもあります。で今回はですね、小型家電に入りまして、はい、こちらですね、本体の電源を入れていきます。はい、デバイスを探しております。今こちら繋がっておりますね。2分ぐらいあるので、今のうちに取扱説明書を読み込んでいきたいと思います。3、2、1。ではコーヒーメーカーというわけでこちらですね。あ、ここすごい、電源オンオフこちらでできちゃいます。はい、こんな感じでですね、オンオフができちゃいます。でカップ数は、2杯にしましょうか。ま、薄めで保温は一応ありで、あとこれ、このですね、時計のマーク、こちらで時間設定もできちゃいます。例えばですね、明日8時にですねコーヒーを飲もうと思ったら、ここで8時に設定して、もう毎週何曜日、明日日曜日なんで日曜日設定しようと思ったら日曜日にして、これを設定することによって水とコーヒーの素をですね入れておきましたら自動で作ってくれます。今回は2杯分飲みたいと思います。保温ボタンを押していましたら保温が点灯します。はい、では今回2杯分とのことで、グラスを2つ。はい、出来上がりました。はい、ただこの2杯なんですけども、体感ちょっと少ない2杯分かと思います。
はい、というわけでですね、コーヒーが出来上がりました。早速飲んでいきたいと思います。まずはブラック、まあ、匂いがいいね。豆だからこその匂い。そしてミルクを入れたこちら。いいですね。豆ってやっぱり違うんですよ。まず映像だとですね、わからないんですが、この匂いで、今現在監督なんですが、こちらのですね、ドトールさんで買いましたイタリアンエスプレッソコーヒーというものを買って飲んでおります。で、このコーヒーマシーンのいい点としましては、今一般的なコーヒーマシーンだと豆を敷いたらその豆を全部使い切らないと次の豆に行けないということがですね、よくあるかと思うんですが、1回しか使えませんので、まあ、必然的にですね、例えば今日はこれ飲んで明日はこっちを飲むみたいな、そういった豆の入れ替えができるので、これは大変便利だと思います。デメリットに関してはやっぱりですね、水洗いをしなければならないところ。めんどくさいと言いますか、まあ、でもインスタントでは表現できないこの豆の味わい、コーヒーの匂いに香りを考えると必要な時間かと思います。こちらマックスですね、6杯までですね作れるので、量に関してもかなりいいと思います。個人的な部分になりますが、このコーヒーメーカーのデザインがね、かっこいいんだよ。メカメカしい感、反射する感とか見て、これほらかっこいい、わかりますか。もうザ・コーヒーマシーンみたいな感じですね。タッチ操作で起動したり、あとはスマートフォンですね、それから予約もできるのでかなり便利かと思います。あとデメリットもう一つあったんですけども、音が大きいかなと、これはでかいかなと思うんですけど、まあ慣れました。はい、はい、ということでですね、今回はプラススタイルのコーヒーメーカーをレビューしてみました。この動画ですね、こういった商品レビュー、ガジェットですとか、あと面白い映画や個人的にいいなと共有したいと思ったものを動画として上げております。ぜひ興味がある方、チャンネル登録して他の動画もご覧ください。ではまた次の動画で会いましょう。